皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、この動画はおそらく2本目の方で出てると思うんですけれども、めちゃめちゃね、本当びっくりしたニュースが急遽入ってきましたので、おそらくノー編集になってると思いますけど、早速喋っていきたいと思います。サムネ、タイトルでも分かる通り、サンフレッチェ広島が J3 に所属する愛媛 FC から小原元樹選手を完全移籍で獲得したことについて、大まかな情報と、それに加えてですね、先に話させてもらうと、昨年のオフですね、ちょうど今頃かというところに、愛媛 FC の内定が決まっている小原選手と動画を撮らせてもらったんで、そちらで2本撮らせてもらったので、2本とも概要欄の方に貼っておきますので、見てない方はね、ぜひチェックしてほしいなと思うんですけれども、ちょっと、交友関係というか、友達の友達の友達ということで撮影させてもらったんですけど、昨年ちょっと仲良くさせてもらったということで、今回ね、その選手が広島に来てくれるということが判明しましたので、早速喋っていきたいと思います。このショータイムはですね、普段、広島関連の動画であったり、移籍情報、そして年末にはコラボウィークということで、様々な企画もご用意しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。ということで早速喋っていきましょう。はい、ということでですね、早速、冒頭でも喋ったんですけれども、改めて今回の議題を紹介させていただくと、我らのサンフレッチェ広島が J3 に所属する愛媛 FC から攻撃的な選手、ミッドフィルダー小原元樹選手を完全移籍で獲得しました。それに付随してですね、来季というところは2023年シーズンですね、広島でプレーすることはなく、そのまま J2 のミトホリーホックに期限付き移籍をするという形になっておりますので、そこはね、ちょっと文脈的に難しいところありますけど、ひとまず完全移籍で獲得して、そのままミトホリーホックへ期限付き移籍という形になりますので、そこはね、ちょっと間違えないようにというか、いざ開幕して、あれ、小原元樹選手は、みたいなことにならないように、ちょっと気をつけていただければなと思います。ね、このままいけばというか、来年というところ、ミトホリーホックでしっかりと小原選手が、活躍をすれば、再来年というところで2024年シーズン、広島にとってもとても重要な年、新スタジアムができる年に、小原元樹選手もですね、広島でデビューするのかという状況になっておりますので、ぜひぜひ来年しっかりと活躍していただいて、再来年ね、広島に復帰していただければなと思っております。ちょっと端の方にも、この原元樹選手の、身長であったり、生まれというところ、大まかなね、個人的な、情報というところも載せさせていただいておりますけれども、ちょっとメモを見ながら喋らせていただきます。現在の小原選手はですね、僕と同い年の22歳ということで、2000年の早生まれ3月の、誕生日ということになっております。小原元樹選手は東海学園大学出身の選手でもあり、2021年シーズンは特別指定選手としてこの愛媛 FC でプロデビューを果たしております。特別指定選手ながら7試合に出場して、出場試合数というかね、そこまで多くはなかったものの、みんなもね、覚えているのかどうなのかというのはありますけど、愛媛 FC 対ジュビロ磐田の試合で、しっかりとね、結果を残したということで、印象深い、ゴールだったのでね、まだ見てない方はぜひ見てほしいと思いますし、広島サポであっても知ってる方は、少なくないのかなと思っております。小原選手というところはね、今季プロ1年目というシーズンではあるものの、この愛媛 FC で10番、背番号10番を背負って今季プレーをしました。愛媛 FC J3 での戦いということになってしまったものの、主力として30試合に出場して4ゴールという形で、もうこの上ない、プロ1年目の活躍をしてくれたと思いますし、J3 離れしたというか、本当 J2、J1 の選手のような活躍をね、この愛媛 FC でプレーしてくれたことで、この今回の移籍の実現に至ったと思いますし、広島も、J3 から引っ張ってくるかというね、ちょっとね、珍しい今回の補強になったのかなと思いますし、今後の活躍というところも見放せないこの小原選手なのかなと思っております。一昨年からこの愛媛 FC で特別指定選手としてね、この小原選手は活躍していたということをね、ちょっと前置きで喋らせてもらったんですけれども、おととしというところ、この現在河村選手は広島で大活躍しておりますけど、この河村選手と小原元樹選手ということで、オフェンシブミッドフィルダーというところもね、コンビで組んでいって、非常にいい関係で試合をしていたということもありますので、来年活躍をして復帰することとなれば、この河村、小原というね、またホットラインも広島で見れるのかなという状況になっておりますので、そういうところも注目しながら、来季の活躍も応援していきたいと思います。そんな感じで、今回大まかな情報を喋らせてもらったんですけれども、ここからですね、小原選手、知らない方がほとんど、名前は知っててもプレーだったりっていうところは、知らない方が多いのかなと思いますので、大まかな特徴的なのを、今回、調べたり、個人的に知っているものを含めて喋らせていただきたいと思います。この小原選手はね、高校が、ドリブルだったりっていうところで有名な清和学園。
そして先ほどの人、大学は東海学園大学ということで、しっかりとエースとして、活躍して愛媛 FC に、加入したという経緯がありますので、清和学園であったり、東海学園ということで、本当にね、技術の高い大学高校を出身とね、している小原選手でもありますので、このサッカーでもとても必要な、まあ、トラップであったり、ドリブル、技術というか、本当に高いのが、まあ、この小原選手の大きな特徴でもありますし、まあ、プレーでもね、ドリブルであったりっていうのが強みだと思うので、まあ、ここは、今後とも見ていってくれたらなと思っております。ポジションというところは、愛媛 FC ではサイドハーフであったり、トップ下、シャドウというところをね、主に務めた経験がありますので、まあ、おそらく広島で、プレーすることとなれば、シャドウ、まあ、三田選手であったり、森島選手というところの位置で、まあ、起用されることが多いんではないのかなと思いますし、まあ、右左ね、どっちもこなせるということで、両利きぐらいの本当に両足蹴れる選手でもありますので、まあ、ここは、広島としても大きな強みになってくる部分なのかなと思っております。まあ、攻撃という面でも、得点っていうのはね、あまり、ま、印象的にはない部分はありますけれども、まあ、アシストというところで、ね、どっちかというと、まあ、得点よりかはアシストというところに、非常にいている、この小原選手だと思いますし、まあ、そういう部分でもね、攻撃的には、攻撃の面でも非常に特徴を持っている小原選手ではあるんですけれども、まあ、広島はね、攻撃だけやってても、あまり試合に出れないっていうのが、まあ、この広島のクラブでもあると思いますし、まあ、そういう面においてもですね、守備の面もこの小原選手、とても、まあ、特徴を持ってるというか、まあ、ポジショニングであったり、守備への献身性というところも怠らないのが、小原選手のこの持ち味でもありますので、ここはね、広島にとってもとても、まあ、フィットできる部分だと思いますし、まあ、攻撃だけでなく、守備もできるというところを加味して、まあ、今回の獲得に至ったのではないでしょうか。そこまで高くない身長というところであったり、まあ、ドリブルが上手い、まあ、守備も上手いというところでね、献身性も持っているということを考えると、まあ、今季、ルーキーイヤーとして活躍をした三田選手とちょっと似ている部分もあるんではないのかなと思っておりますし、まあ、三田選手も、小原選手もね、どっちも同い年ということで、再来年というところ、この広島に復帰して、まあ、三田、森島、小原だったりね、いろんな、起用方法が出てくることを考えると、まあ、個人的にも早く、この広島で見たいなという部分もありますので、まあ、ひとまず、何回も言ってますけど、来季水戸で、大きく成長をまたね、遂げていってほしいなと思っております。コンオフの、移籍加入選手として、完全移籍はね、昨年のオフというところは一人もいなかったものの、コンオフというところでは、ゴールキーパーの田中雄大選手、そして先日発表されたアビスパ福岡から七選手、そして、コンオフ3人目の完全移籍として、今回の小原選手がね、加入してくれることとなりましたので、本当にね、来年に向けていい補強ができていると思いますし、まあ、Gリーグの中で見ても、あまり、まあ、資金というところでですね、恵まれてない広島ではありますけど、まあ、育成型クラブとしてピンポイント補強を重ねてきた、今回の小原選手の獲得になったのかなと思っております。まあ、今後正直、まあ、これ以上の補強があるかと言われるとね、そこまで信憑性は高くなく、まあ、個人的には右ウィングバックもう一枚欲しいところありますけど、まあ、これで終わりなのかなっていうのが現実的な、広島の補強になっていますし、まだね、これより先に補強があれば本当に嬉しいところありますけど、まあ、ひとまずこんなメンバーで来年戦っていくのかなという固まってきた、広島のメンバー変更となっております。まあ、あと数人というところの契約更新を残して、まあ、契約満了がね、未だ出ていないので、ここはね、ちょっと心配というか、どうなるのかという部分もありますし、まあ、新たな獲得選手含めて今後ともね、広島の選手は、しっかりと動画一本で取り上げていきたいなと思いますので、まあ、ひとまず今回は、サンフレッチェ広島が愛媛 FC に所属する小原選手を獲得して、まあ、来シーズンは J2 の水戸ホリホックに期限付き移籍をするよという大まかな情報と、まあ、個人的にも昨年、動画も撮らせていただいて、少なからずね、少しの特徴はしておりますので、この小原選手の特徴を軽く喋らせていただきました。はい、ということですね、今回は、小原選手を急遽ね、この、1時間前ぐらいかな ?1 時間、2時間前ぐらいに本当に出たニュースをですね、まあ、ノー編集という形になっておりますけど、急遽喋らせていただきました。まあ、まだ知らない方っていうのはね、本当に多いと思いますし、今期ね、J3 ではありますけど、もうこの愛媛 FC で背番号10番として、大活躍をした小原選手でもありますので、まあ、振り返って YouTube などでもね、ゴール集などでも載っておりますので、ぜひぜひチェックして、まあ、来年の水戸での応援、そして再来年復帰してくれるのかというところを含めて、この小原選手にも注目して見ていっていただけたらなと思います。ということですね、今日は日本投稿になっていますので、もう一本動画もぜひぜひチェックして楽しんでいただけたらなと思います。今日もご視聴ありがとうございました。ではまた、ボー